皆さんこんにちは、ナイトロットルームです。ガンダム制作も3回目となります。前回からね、右足のフレームの組み立てに入っており、パーツを切り出しておりますが、いよいよパーツの切り出しが終わったので、今回から組み立てに入っていきます。それでは右足フレームの組み立て張り切ってまいりましょう。足の部分を作っていっておりますが、工程ですよね。1段階、2段階、3段階、4段階、5段階とこういう風に流れがあるんですけども、この部品を使ったらこの形になるという工程なので、設計図通りに組み立てていくと1と2が合わさった感じで作られるということみたいですね。なのでフェーズ1っていうのは本当の骨組み、それにちょっと肉付けをしたものがフェーズ2と。そしてメッキパーツをね、こう上にかぶせるとフェーズ3ということなので、1と2は同時にやっていくので、1ができてから2じゃなく同時という感じですね、これ。なので仮組みがね、なかなかしにくい。仮組みをして全部外すとなるとなかなか大変なんで、片足は一応組み立てようと思います。そのためにはこれ、あのパーツオープナーっていうものなんですけども、パチッとはめたものをこうこじ開けて外すというものです。なかなかね、あの1回はめると外すのがね結構大変なんですよね。これタイトに作ってあるので、 ABS が使ってあるっていう意味でもパチッとはまる、外す時に結構、力がいるということです。それとね、細かいねパーツは1回こう組み立てるともうなかなか外せなさそうなパーツとかがあるので、例えばねこのパーツ1回はめるとめちゃくちゃ外しにくくなったんで、これとこれですよね。これは組み込みません。メッキを取ろうと思ってるので、これはちょっと取り付けずに、あの仮組みをしたいなと思っております。なので、まずここからですね、片足、右足のパーツがねこれだけです。こういう感じになります。これだけです。これでいこうかなと思っております。で、どの部分がもう見える、見えないっていうのが、これによって分かってくるので、そして、パーティングラインを消すとことかも、よう把握しておこうかなと思っております。なのでね、これね、一応、パーティングラインをこう消していく作業をしているんですけども、なかなかこう、消しにくいんですよね、やっぱり。ABS なんで、柔らかいんですよね、素材が。しかも、はい。なので、これがね、メインとなるパーツですね、足の。本当の骨組みですよ。これに肉付けをしていくという、このパーツを使ってという感じです。なので、これを簡単にやっていこうかなと思います。まず、これを、こう折り曲げる。折り曲げでもいいんですけど、こういう風に曲がるぞということですね。これってここまでしか曲がらないんか。こういう感じですね。ほんまかな。これここ90度に曲がってるんですけど、ここまでしか曲がらない。もうここにストッパーがあるんでね、そういうもんだとは思うんですけど、こういうとこがよくわかんないなっていう風に一応稼働するパーツということです。そしてここに、こういう風にこうか、こうか、向きが違うね。こうなった時に D の1と D の2をかぶせる。どれやろう、わかんないな。これかな、これかなと思うんですけど、これ
れの、これかな、これのやつね、これをこう、そしてこちらが2個、あんまりやっぱ奥まで入れるとね外せなくなるっぽいんで途中までにしときますよ。これもうすでにねもう外れない。一回ここまではめると硬いな。大丈夫かな。一回組むとなかなかこうバラせないですよね。結構ねギュッと押し込まなくてはならないんで、この間の開けときますね。これ、はい、まあこういう感じですね。で次にサスペンションみたいなもの、これをここに挟み込みますと、それがこの赤いパーツとこのメッキのパーツですね。でこの向きが前なんで、これはどっちでもいいんかな、どっちでも良さそうな感じしますね。こうですね。そしてこことここにはめると、こうですね。どう伸びるのかな、わからない。伸ばし方がここだけこうあると分かるんですよね。こういう風なんですね。ここがこういう感じで伸びていくと、こういう感じで伸びていくとかいう感じですね、はい。そして D の5と8、これですね。これとこっちか、こうですね。こことここをはめる、こうですね。こういう感じですよね。でこのパーツですね、このパーツはさっき言ってた取り外しができなくなるパーツなんで、これはもうメッキを剥がしてからはめることにします。これちょっと置いときましょう。 D の10と D の11、これを取り付けます。それはこれとこれ、これがこっちか、分かりにくい。こと、どこ、ここかな、どうだろう、これなんやろうね、こうか、逆ですね。こうね、こっちか、こうです。そしてこうですね、こういう感じですね。そして次に D の6と D の7、 D の6と D の7とこれですね。これがここにはまる、こうですよね。来てThank you.
こういう風に動くんかな。あ、取れてきた。これ取れてくんね。これって接着剤つけるのも大丈夫なのかな。なんかつけても良さそうだね。結構ね、すぐ外れる。これはすぐ外れるパーツとそうでないパーツがあるんで、接着剤つけた方がいいような気がするんですね。ここ、このね、合わせ目はね、うまくガンダムの本体の継ぎ目というイメージでは全然 OK なんですけどね。このモロコしておいても。そして D の13と14ってこれとこれですね。これがどこ、あ、ここにこのダンパーの部分にはまるんですね、この穴が。なのでこういう感じ、こういう感じかな。これもこういう感じ、こういう感じですよ。はい、ここにはめました。そして次に D2 と D3、 これとどれだ、どれだ、ね、わかんない。同じような、これかな、ちゃう、これだ、これですね。これがD の3と2。このラボはこのニッパーで切るんだと書いてありますね。これがどこ、わかんないな。こうかな。違うかな。どこだ。でも合ってますよ。こういう感じやな。どうすんだろうな。違うな、こうかな。難しいな、これ。どうすんだろう。あ、こういう感じなんや。わかりにくい。はまった。こうですね、こうですね。本当のカバーみたいな感じですね。これ、この上のさっきのこの動いてた部品が完全に隠れてしまった。これで何のためにあるのか、あれは、そして次がこの下の、C の3の13と18、これとこれが、こうか、こうですね。こう来て、これが、どっち？あ、こうか。こうですね。こういう感じです。はい。ここまでできた。そしてもう見る見るうちにこう1ページ終わる、そして次大きなパーツ、説明書ね、言いますかね、説明書。これ、D の9と12というのがこの大きなパーツ、これとこれですね。
これを上にかぶせる。ほとんど隠れるんちゃうこれ。とこれが、こうやな。でもなく組み立てている。構造が全然わかんないんです。構造がわからないのにこう適当に穴と穴をはめて作ってる感じ。よいしょ。すごくスムーズにはまる。しかも、もうぴったりやね。合いが。こういう合わせ目もね、ちょっと段差がつけてあって、要するに最初からこういう筋が入ってますよという演出ですよね。そうです。なんかたくさん部品をつけた割にあまりね変わってないような気がする。多少太くなったかなって。でも合わせて合わせてですね、この重ねみたいな感じですよね、これ。そういうイメージで、今度はこれ何や、まあ、この足の部分ですね。これをまず作ると、これが C の3、これかな、これと、これですね。これを合わす。下にして、これ向きはどっちでもいいかな。ちょっと違う。こうか、こうですね、こういう感じ、こういう感じです。そして C の3の19と14と、これこれとこれを、ここわからんな。こう、こう、こうか。あ、こうね。こうですね。そして、こうですね。こうです。こんな感じ。これがここまで。そして、あ、これでも忘れてたね。これなんかいるんだね。もう外れない。これで C の3の15、これを入れ忘れるなということですね。忘れがちになるようなパーツ、これをどこに入れるんかな。あ、こっち？で、違うな。これじゃない。あ、これはいいんじゃ、これで。これはよくて。で、このパーツが、チーノさんの23と24。これとこれだ。あ、ちゃう。これやね。これとこれです。で、24の方に、これを忘れず入れなさいと。向きがあるね。これ。これは気をつけなければダメなパーツ。向きがあるので、テボが手前の方が C の3の24に対して、こっち側、奥側、これをここに入れると。そしてこれに、これに、
かこうか、うん、これにこうか、ここをこの溝にこのポッチをはめる、そしてここを合わす。なんかすごいね、接着剤だなんてすごいね、これほんと接着剤がないんです、すごいな。もうパズルをね作ってる感覚、これはパズルですよ。プラモデルというイメージよりもパズル、立体パズルっぽい、そんな感じ。立体パズルやねこれ、おそらくプラモデルという感じがあんまりしないな。まあプラモデル、ランナーから撮る時点でプラモデルなんですけども、僕らから言えば立体的なパズルをパチパチパチとはめていくっていう感覚ですね。パズルは自分で考えなければいけないんですけど、これは設計図見たからなんで、簡単な簡単なんですけどね、非常に今のところ組み立てていって全然難しくないです、はい、大丈夫ですね。そしてこの足を組み立てるんですけど、この基本的なものに今度は C の3の20と21と22を使います。この時点で C3 のランナーは1枚全て切り取りましたので不要ですということが書いてあります。なのでこれとこれとこれね、これも忘れずに、このパーツも忘れずに組み立ての前にパーツにはめ込みなさいということが書いてあります。それがこれ、これがこのパーツに対してここに入る、こういう感じ。そしてこっち側にはめると、これをこうしてはめるよね。こう。めって。こうか。あんまりパチッとはめてしまうとね、外れが高なので、もうすでにもう外しにくいけど、こんなんですよ。これ、これ足の部分。そして、これをこの穴にここを差し込むという感じですね。差し込む、そしてこの溝にここの突起物をはめてから、ここをはめると、どうなんこれ、分からん、本当にいいかなこれで。こういう感じですね。こうまずこのつま先が動く、そして今度この足の真ん中部分、あ、これ取れ、これが取れるね、なんかこれが外れやすい。で、これが足首がこう動くと。なおかつここも、これは、これが動く。なんかおかしいな。いやでも割ってるな。まあ動くんですよ。とにかくとにかく動きます。これまっすぐに穴があるのかな。わ、これこういう向きも動くんかな、これ
かしい。何これ。ここの部分がね、なんかおかしい。ここの部分が、ここ。いまいちここが分かんない。この溝にこっちをはめると思うんですけど、そうすると、あまりこう動かすことができなくなるんですよね。こういう向きも動くんやね、これ。こう。これ。あ、これは入れなくていいんやね、やっぱりこれは。ここは。これこんな動きしますよ。これここは動く、ここも動く、これは動くで、こういう具合にも動く。すごいね。こんなんなんやね。こういう感じですよね。ここがちょっと分かんないですけど、この突起物をこの溝に入れるんかなって思っとったんですけど、そんな感じはしませんね、この写真見てると。これはなんか限界があるのかな。こういう感じですよ。すごいなあ、これは。ほらすごいですよ。ちょっとどんどんつけていきましょう。そしてこれ F の位置の8をつける。これをどこにつける。ここにね、ね、分からんな、これでいいかな。多分こうですよ。あかん割にはあんまりこうですね。そして次がゴールドパーツ7、この大きい方やね、多分。これをここにつける。あ、これ一度はめたら戻ってこれないパーツだよね、多分。はまった、はまってしまった。もう取れない、もう取れないですよ、これ。なんとかして取らなくて。はい、頑張って取りましょう。もうこう、はめると。そして次は F1 の、まあ、エッチングパーツはまだつけませんけど、 F1 の6と7番、これとこれか。これどこに、ここですよね。ここにこうつけると、こうつける。そして F1 の5と9番、ここですね。このパーツ、これをここの部分につけるんですね。もうカバーですよね、これ。これもカバー。これもつけたのに、この上にまずさらにつけると思います。
ってるんで、こっち側ですね。F1 の2番、でこれが3番、絶対トレーナーの感じ。ここね。そして F の F1 の4番と F1 の3番っていうのがこれです。これがここの大きな穴と、ここか、そしてここでつきました。そして最後はこのバツ、これをここにつけると、これでできたんかな、足が。こんな感じですね。はい、すごくね、ここまでやってね、組みやすい。あのパーツをランナーから取り外すのだけが手間かかる。組み立て自体はね、もう全然楽ですよ。もう接着剤がいらないんで、もう本当に組み立てを楽しむっていう、純粋にそれだけですよね。うん、もうあのスケールモデルみたいに接着剤をつけながらこう乾かして、ね、あのパーティングラインを消してとか、あの合わせも消してとかね、そんなこと一切考えなく、外したパーツをただこう、パズルのようにこう組み立てていくという設計図を見ながらね、そういう感覚ですね、うん、なので素組みでやると全く問題ないです。それあの、うん、すごく組み立てやすく面白い、作る楽しさは大いにあります。ただこう出来上がっていったものもなかなかこうメカメカしくてね、いい感じになるので、これはねやっぱり人気が出ると思いますよ。値段もそこそこね、もうちょっと小さいと思うと値段は下がるんですけど、お値段もねリーズナブルで、そして組み立てやすくね、かっこいいものができる、もうそれは人気が出るはずです、うん、とりあえず足はこんな感じですね。ここまで作って何をこう僕らスケールモデルを作るものがね確認するかというと、まず見えるところ見えないところっていうのを把握します。で今までこの骨組みになるパーツにパーツを重ねていきながらね、上に上に重ねていってパーツをつけていって肉付けをしていくっていう感じなんですけど、このパーツの下にあるディティールっていうのはさほどねこだわる必要ないかなって思うんですよね。なので今見える部分、この部分でディティールアップっていうのは最小限したいなというふうなことを見ていきます。そうした場合にあと色分けですね、全体的に色分けはこの黒のパーツ、そしてグレーのパーツ、そして赤いパーツ、ほんで金銀の、要するにあのシャンパンゴールドですね、このパーツっていう風な色分けを塗り分けていくんですけども、
その中でもこういうディティールにあった色分けっていうのは絶対必要かなと思いますね、うん、例えばコンゴマーツは一つのパーツなんですけども、こことこの上に乗っかってるパーツっていうのはおそらく違う、実物であるならば違うパーツが乗ってるんだなと思うんですけど、ここを若干色を変えてやって強弱をつけてやるとかね、あとモードですよね、こういうところ、このダンパーのここですよね、ここを意外にかぶせて見えなくするってことはしてないような、もうこの時点で完成点なるならば、あと上になんか乗るのかな、ここは。多分ね、ここはもうこれ以上カバーがつかないと思うんです。この部分ですね。この部分。このメッキパーツの部分ね。ここは、このランナーの切り離しの非常によく目立つので、サイド層が必要なのと、あとね、ここはね、やっぱボルト処理をする方が絶対かっこいいんですよ、こういうところは。こういうところら辺はやっぱり、このね、凝っていきたいなという気がします、うん、こういうところにしたってこのパーツ、このパーツの色を若干変えてやるとかっていう処理ね、ここら辺にしたってね、このモードが甘いところがあるんですよね、ここやっぱりこういうところを見直してやると、いった感じですね。ここもね、非常にディティールはすごく細かいんですよね。ただこの中っていうのは同じ色ではなく塗り分けてやると非常にパーツ同士のこの役割っていうのが明確に出てくる感じはしますね。まあどういう役割をしてるのか分からないんですけど、別パーツとして扱う、そういう強弱のやり方っていうのを色分けで表現したいなと思います。あとまあディティールできるところはやっぱりボルト関係しかないんかな、これを見る限り。ほとんど隠れてしまったような気がするしね、こう伸ばしていったところで、うん、だとこのダンパーやね、このダンパーはチャチーね、こいつはなんとかしたいな、うん、ここは、うん、このやっぱりメッキね、それとあとメッキですよ、ここのメッキも非常に安っぽい、ここ金属に変えてやってもいいかなと思いますね。これはステンレスパイプで通してやるとめちゃくちゃリアルになります。あとここのシャンパンゴールド、これもやっぱり塗り直しですね、うん、最初はいい色かなって思ってたんですけども、やはりもうメッキ感がねすごいです、はい、なので、まあ、全体的に色を塗ってやって、あとウェザリングをしてやるとねかなりリアルにはなるんじゃないかなと思います、はい、ちょっと足が組み上がったので、そういう感じでパーツのパークをしていきたいなと思います。あとは胴体とか腕とか、まあ、そこら辺も同じように片方ずつ作っていってですね、まあ、胴体は一つですけども、片腕を作って、あと様子を見て、それから色分け、その色分けの前に塗料のカラーリングの見直しをしたいなと思います。最終的に色分けはちょっとしていきたいなと思いますので、今日はここまでにしておきますね。